仕事したまんま寝ちゃったか。メイクつけっぱなしだし。さてさて、ご飯どうしようか。ついにシャープ4まで来ました。どうかこの番組の継続を。心地を美しく、オルビスさんがお送りします。夏も終わるけど、やっぱり気温が高い日の朝ごはんはひんやりする冷たいものがいいんだよな。胃もたれしてるから固形じゃなくてスルッて入ってくるものが好ましい。でもスムージーとかじゃなくて、というのもコクがあってほしいというか、最低限のリッチさが欲しい。こんなわがままな私を誰か助けておくれって、あった、ビールのおつまみに買いまくった枝豆さんよ。二日酔いの責任を取ってもらおうじゃないか。今日はあなたを冷製スープに作り変えてしまいます。ダメだ、平気な顔で冷蔵庫で涼んでる元凶のビール酒を思い浮かべると理不尽で仕方がない。でも枝豆の冷製スープ、これが美味しいんだ。またどれくらい美味しいかっていうと、多分深夜食堂一貫に出てくる2日目のカレーくらい。食べたことないけど、素材そのものの味をこんなにも美味しくいただけるなんて、生まれ変わったら自家菜園が欲しい。お酒好きは枝豆に対してのこだわりが人一倍強いので、しっかりと下ごしらえをしていきます。茹でる前に茎につながる先端部分をハサミで少し切り落とすのがポイント。この下ごしらえが水回りを良くし、塩味も乗りやすくしてくれるのである。なんかお通しっていう概念に枝豆が組み込まれすぎて、みんな感覚鈍ってるだろうけど、あれ本当にすごい食べ物なんだからね。あんなに無限に食べ続けられるものないし、あんなにお酒と合う食べ物もないよ多分。みんなもっともっと大切にしてほしい。お湯が沸いたら、塩がついた状態の枝豆を投下。4分から5分は茹でていきます。もう癖になりつつあるが、ちょいちょい箸でつついてしまう。揺らしてみたり、ぐるぐる回してみたり。これが小学校の運動会で子供が心配でならない母親みたいな気持ちなのかもしれない。てか、そういえば昨日もこんなことしてたな。昨日の夜は仕事山ほどあるなーって言いながら、枝豆つまんでビール飲んでたら、そのまま寝落ちしてしまった。21世紀最大の罪だ。反省したいのにまた作ってしまっている。茹でた枝豆の皮を剥きます。大事なのはその前に水で洗ってしまわぬこと。水っぽさが出たら枝豆の魅力が死んでしまうので、それだけはダメなのです。1個、2個、3個、78個、79個、80個、81個、82個、83個、84個。やばい、ぼーっとしてめちゃくちゃ剥いてしまった。これは今日の夜に撮っておくとしよう。主人公だけじゃ物語は成立しないし、旋律だけじゃ音楽も薄っぺらくなるのと同じで、枝豆スープは枝豆だけじゃ完成しないのである。さあ登場していただきましょう。バイプレイヤーズ玉ねぎさんです。玉ねぎを切ると涙が出てくるみたいなエピソード、私すごく好きで、泣くって発汗と同じくらい大事なことな気がするのに、なかなかそうやって感情をあらわにできるタイミングってないから、玉ねぎを言い訳に泣けるってなんかいいよね。多分言い訳って、あ、やば、そう、多分言い訳っていうのがミソなんだよ。バレンタインを言い訳に好きな男の子に話しかけてみるとか、七夕の短冊を言い訳に夢を語ってみるとか、感情をむき出しにするための言い訳をたくさん用意するっていうのが案外大事なのかもね、もしかしたら。さてさて、こんないい感じの話をした直後で申し訳ないのですが、玉ねぎをオリーブオイルで炒めていきます。めちゃくちゃいい匂い。余計に食欲をそそられてしまう。本当に良くない。ちょっと疲れたから弱火にしてダラダラ待つことにしよう。そういえば最近プルースト効果って言葉を知ったんだけど、面白いから聞いてほしいの。前に付き合ってた人がつけていた香水と同じ香りを見つけて、ふと立ち止まってしまう。昔嗅いだことのある香りを再び嗅いで、その時の記憶が鮮明に思い出されるみたいな、そういうのをプルースト効果っていうらしい。香りは最大の武器とでも言うべきか。ずるいな、そうやって無意識に人を虜にしていくのは良くないよ。恋焦がれるって言葉があるけど、焦げちゃったら元も子もないんだよな。おっと、玉ねぎもそろそろ危ない。玉ねぎがしんなりしてきたら枝豆を入れていきます。さて、主役と脇役の混じり合う名シーン、最高だ。一緒にハーモニーを奏でるのか、それとも盛大に殴り合いでも始めるのか。中身はどうであれ、いつだってこういうシーンにはドキドキがつきものなのである。この名シーンに水、塩、胡椒、コンソメで味を整えていきます。
枝豆を剥くのに力を入れすぎたからもう疲れてきてしまった。さてさて、終盤に近づいてきました。ついにスープっぽくする工程にやってきました。なんとなんと、ビールに合うあの枝豆さんをアサイーボウルでもおなじみのミキサーに入れていきます。その上に牛乳、なんて異色の組み合わせだって感じだけど、案外悪くないのである。しばらく回したら別の容器に入れて冷蔵庫で冷やす。香りの話をしたらなんだか昔の恋を思い出してしまったじゃないか。もう早送りめんどいから30分経ったことにするね。冷製枝豆スープ、やっと君に会えたよ。枝豆を数粒とオリーブオイルをトッピングして終了。いつもの枝豆の生まれ変わりです。完成。よし、食べますか。あー、ビールのない枝豆も最高。なんかこれ無限に食べれちゃいそうだな。あ、枝豆落ちてる。この番組は心地と美しさを科学するオルビスさんの提供でお送りしました。最終回じゃないから絶対続編作ってみせるから、またいつか。